額で空気がビリビリしています。愛されるアニメの古典秒速5センチメートルが実写化されます。世界中のファンが興奮しています。ビジョンを持った監督シングイ元によって作られたこの愛と喪失の切ない物語は、全く新しい方法で心に触れる準備ができています。この発表は数えきれないほどの会話を巻き起こしました。実写版はオリジナルの本質を捉えながら新鮮な視点を提供することを約束します。新しい世代が秒速5センチメートルの魔法を体験するチャンスです。カウントダウンが始まりました。秒速5センチメートルは単なるアニメではありません。それは見事なビジュアルと忘れられないほど美しいサウンドトラックを通して織りなされた繊細な感情のタペストリーです。2007年に公開され、すぐに世界中の観客の心をつかみました。物語は塔の下記の旅を追っています。彼は時間と距離を背景に愛と喪失の複雑さを乗り越えようとする若い男性です。映画は相互に関連する3つのセグメントに分かれています。各章は騎士の人生の異なる段階をかきまみせてくれます。私たちは彼が初恋のシノアラ・ハティとのほろ苦い思い出と格闘するのを目にします。彼は大人になるにつれて彼らの言葉にされない感情の汚名を背負っていきます。それは私たちが出会う人々、私たちが作るつながり、そして私たちが歩む道についての物語です。アコレ、ノスタルジア、そして時の流れという映画のテーマは観客に深く響きます。この感情的な共鳴は人間の感情の深みを探求する神秘の能力の証です。彼の作品は私たちに人生の儚さと美しさを思い出させてくれます。新海水戸は物立ての達人です。彼は息を呑むようなアニメーション、感情を揺さぶるストーリーテリング、そして日常生活の美しさと憂鬱さを捉える能力で知られています。彼の映画はしばしば愛、喪失、そして束の間の時間のテーマを探求しています。彼の作品はアニメの世界に紛れもない足跡を残しました。1973年に日本の長野県に生まれた内海の映画制作への情熱は幼い頃に芽生えました。彼は自主制作の短編アニメーション映画を制作することからキャリアをスタートさせました。彼の才能とユニークなビジョンはすぐに認められました。2002年の彼の出世作である星の声は、その素晴らしいビジュアルと感情的に響くストーリーで観客を魅了しました。2016年の君の名は、彼のこれまでで最大の商業的成功を収め、世界的な現象となりました。それは高校記録を塗り替え、その素晴らしいアニメーション、心温まるストーリー、そして忘れられないキャラクターで批評家の称賛を集めました。このような深遠なレベルで観客とつながる深海の能力は、ストーリーテラーとしての彼のスキルと人間の経験に対する深い理解の証です。彼の作品は視覚的な美しさと感情的な深さを兼ね備えており、観客に強い印象を残します。彼の映画はしばしば現実と幻想の境界を曖昧にし、観客を夢のような世界へと誘います。その結果、彼の作品は世界中の観客に愛され続けています。第4章、喜寿の目を通して愛、喪失、そして成長の旅へ。塔の下記の旅は秒速5センチメートルの感情的な核です。私たちは恥ずかしがり屋だけど明るい少年として彼に出会います。彼はクラスメートのシュノハラハリと深い絆を結んでいきます。本と静かなひとときを共有する彼らの愛は、否定できない絆を彼らの間に作り出します。しかしアチーの家族が引っ越し、彼らの牧歌的な子供時代は終わりを迎えます。距離があっても、キチとアキは手紙を通して関係を維持しようとします。彼らはもう一度会いたいという希望にしがみつきます。彼らの文通は命綱となります。それは彼らが思春期の課題を乗り越えていく中で、お互いへの気持ちを支えます。映画の第2章では高校生のキャチを追っていきます。
彼は今、アキリから遠く離れた新しい町に住んでいます。欲望と憂鬱の両方を含む、彼らが一緒に過ごした時間の思い出は、彼の愛と喪失に対する認識を糧作っていきます。彼の心の中で、エティとの思い出は消えることなく、彼の成長の一部となります。第5章、バトンの受け渡し。松村カットが基地の靴を履く。秒速5センチメートルの実写版で塔の景色を演じる松村ヘッドの選択はかなりの興奮を生み出しました。繊細な演技と幅広い感情を表現する能力で知られる松村は日本のエンターテインメント業界で人気上昇中のスターです。彼は静かな激しさと脆さを役柄にもたらし、複雑なキャラクターの基地にぴったりです。松村は様々なテレビドラマや映画での活躍が認められています。深みと信憑性を持ってキャラクターを演じる彼の能力は批評家の称賛と熱心なファンベースを獲得しました。基地の役は独特の挑戦を提示します。憧れと内省の感覚を伝える松村の能力は銀幕で基地の感情的な旅をアジュブレアツに不可欠です。松村のキャスティングはオリジナルアニメのファンと彼の作品に精通している人の両方から好意的な反応を得ています。6章、素晴らしいアンサンブル。客乗りの背後にある創造的な頭脳。秒速5センチメートルの実写版は才能のある映画制作者のチームを集めました。彼らの組み合わせた経験と芸術的ビジョンはオリジナルアニメの感情的な深さと視覚的な素晴らしさにジャスティスをすることを約束します。陣頭指揮を振るのは物語への繊細なアプローチで知られる監督と人間関係のニュアンスを捉える才能を持つ脚本家です。監督と脚本家はまだ正式に発表されていませんが、業界内では噂が飛び交っており、ベテランと新進気鋭の才能のコラボレーションをほのめかしています。この経験と新鮮な視点の融合はファンの間で好奇心をかきたてています。客乗りの背後にある制作チームは愛されている物語をアジュブレーツ豊富な経験を誇っています。彼らはオリジナルアニメの本質を尊重しながら独自のタッチを加えることに尽力しています。秒速5センチメートルのメランコリックでありながら希望に満ちた雰囲気を作り出す上で重要な要素であるサウンドトラックも有能な手に委ねられています。第7章、心配の祝福。オリジナルを尊重しながら新しい可能性を受け入れる。新海誠は秒速5センチメートルの実写版にゴーサインを出し、新しい媒体で自分の作品が再興されるのを見ることに興奮していると述べました。彼はオリジナルを尊重することの重要性を強調すると同時に、映画制作者が実写フォーマット内で新しい可能性を探求する自由を与えることについても強調しました。報道機関に発表された声明の中で、新海は客乗りについての考えを次のように述べています。秒速5センチメートルが実写映画化されることを光栄に思います。集められたチームには長年のファンと新規参入者の両方に響く方法でこの物語アジュブレアツ才能と情熱があると信じています。シングイの関与は彼のゴーサインで終わりません。彼は客乗りの初期段階に関与しており、監督と脚本家に洞察とガイダンスを